始まりは一つ。お前がチャライザーの師匠ってことは分かっている。つまりお前も何か能力を持っているということだ。その能力事前に封じさせてもらう。封じる？何をするつもりだ。彼女にも一緒に見張っていてもらう。これでお前は何もできない。いいな。大丈夫だ。それに俺はただの善良な一般市民にしか過ぎない。お前の方こそイカ様なんとかの真似をするなよ。いいだろう。正々堂々勝負だ。私の前から消えていた石井さん、そして私の幼なじみのひーくん、二人の最終決戦が今始まろうとしていた。というわけでバトルスタートだ。負けねえよ。一枚引くぜ。なるほど。ここは水エネルギーをつけてエナジー進化特性を使う。エナジー進化によってグレイシア GX に進化する。さらにアンサーを使う。アンサーを使ってウソッキー、イーブイ、ゾロ、マンサー番終わる。どうぞ。俺の番、山札を1枚引く。ゾロと言わんこか。やはりチャライザーダンの師匠だけあって、ヤツとデッキが似ているようだな。そうなのかい。しかしだとすれば、そのグレイシア GX でゾロアーク GX とルガルガン GX の特性を使いなくして彼に勝った、そんなところかい。ああ、そしてお前にも勝つ。いいだろう。基本等エネルギーをベンチのイワンコにつける。そしてシェイミン X の特性セットアップを使いたいところだが、グレイシア GX の特性で使えないのでプラターン博士を使う。 OK。 手札7枚だ。お、これで僕の番は終わりだ。引くぜ。1枚引く。ダブル色エネルギーをグレイシア GX につける。そしてプラターン博士全部トラッシュし7枚引く。よし、ドラクジック進化。3位、特性取引を使う。先輩と後輩とラッシュして2枚引く。フロストバレット90ダメージでゾロを倒し、さらにベンチポケモン1匹にも30ダメージを与える。ここはあえてこっちだ。なるほどね。秘術サイド1枚取るぜ。さあどうぞ。まずゾロをバトル場に出す。お、山札を1枚引く。ゾロをベンチに出す。そしてスタジアムスカイフィールドだ。何？さらにバトル場のゾロをゾロアーク GX に進化させる。そしてゾロアークにダブル無色エネルギーをつけてグズマン。何だと？ウソッキーをバトル場に出す。くっ。そして僕が出すのはイワンコだ。そしてシェイミン EX をベンチに出し特性セットアップを使う。おい、テフラを4枚引くぞ。なるほど。しかしイワンコが前だぞ。そしてさらにゾロアーク GX の特性取引を使ってアセロラをトラッシュして山札を2枚引く。バトル場のイワンコに軽石をつけて。何？逃げる。バトル場に出すのはゾロアーク GX だよ。ダイオットビートでウソッキーを気絶させる。100ダメージショートか。やるな。サイロ1枚取る。グレイシア GX 引け。俺の番、1枚引くぜ。取引を使ってグズマをトラッシュし2枚引く。バトルサーチャーを使い先輩に声を加えてそのまま使う。さっきの番ウソッキーが消したから好きなカード2枚持ってこえる。持ってくるのはこの2枚。改造ハンマーを使ってダブル無色エネルギートラッシュ。さらにリスケタンカー。ウソッキーを手段に加えそのまま出す。 EV にダブル無色エネルギーをつける。フィールドブロワーを使う。軽石用だけをトラッシュ。なるほどね。クロスバレット90ダメージをゾロアク GX に与え、さらに30ダメージをこっちの4個に置く。僕の番、山札を1枚引く。
バトルサーチャーでグズマを使うよ。なるほど。どいつ？もちろんウソッキーだ。そして僕がバトル場に出すのはエネルギーがついている方のイワンコ、うん、そのイワンコをウガルガンGXに進化させるよ。なるほど。さらにベンチにいるゾロアーク GX の特性取引を使う。 N をトラッシュして山札を2枚引く。ベンチのゾロアをゾロアーク GX に進化してさらにもう1回取引を使う。今度はトラッシュするのはストロングエネルギーだ。何？ストロングトラッシュするの？改造ハンマー。へ、返されたかきっちり。さらに満タンの薬でゾロアーク GX のHP を回復するよ。なんだと。仕上げはダブル無色エネルギーをバトル場のルガルガン GX につけて技爪で切り裂く。110ダメージで切り裂く。卑劣だ。1枚タイル1枚取るよ。グレシア。どういうことだ。こいつさっきから理想的な動きばかりしてくる。今日はたまたま運がいいみたいだね。運も実力のうちっていうし。運っていうレベルじゃないぞこれは。お前チャライゾラの師匠だから何かを仕込んできてるの間違いない。そうか、分かったぞ。おそらくお前はカードを別の場所のカードと入れ替えているはずだ。へえ。超能力。そうだな、瞬間移動能力っていうところか。どうだ。面白いね。すごくいい発想だよ。羨ましい。そうであればお前は瞬間移動によってミノさんのダメ感、それから怪しい文書、あれもバッグの中に瞬間移動でできたはずだ。そう考えればつじつまが合う。お前のカードが予測できればいろいろ打つ手はある。俺はお前のカードを読み切り勝ちにつなげる。ハッタリだね。俺の番、1枚引くぜ。これでお前は終わりだ。まずは取引を使おう。スカイフィールドをトラッシュし上から2枚引く。来い。レスキュー単価を使う。ウソッキーを加えてまた出す。グレイシア GX に軽石をつけてイーブンに草エネルギーをつける。草エネルギーだと。ああ、リーフィア GX に進化する。何？ハイパーボールでハイパーボールとスカイフィールドをトラッシュしてチェーン X を加える。EV を出してさらにシェミ X セットアップで、さあ6枚の4枚引く。1、2、3、4、ゾロを出す。そして N だ。何？4枚引く。こちら5枚。いいだろう。そしてスペシャルチャージを使おう。ダブル初見入れ1枚は今戻す。さあ、ここでグレーシア GX 逃げる。そしてリーフィア GX がソーラビーム弱点をついて220ダメージを与えてルガルガン GX 気絶。サイドを2枚取って残り3枚だ。くそ、なんだと。これが俺の強いところ。その1、運がめっちゃいいだ。お前がいかにすごい技を使うか、こっちは運によって追いつく。運の良さじゃ僕も負けてないよ。バトル場に出すのはゾロアーク GX。 僕の番、山札を1枚引く。そしてあずさをトラッシュし取引を使う。さらに基本等エネルギーをトラッシュしもう一度取引。お前が今引いたカード、おそらくダブル無色エネルギー、それから軽石かグスマ、ウソッキー、時の風だったじゃないか。ウソッキーをベンチに出す。なるほど、シーミックス、それからゾロ。そしてグズマを使う。ウソッキーだ。なるほどな。そして僕がバトル場に出すのはユアンコ。そして時のパズルを2枚使うよ。持ってくるカードは改造ハンマーと軽石。そして改造ハンマーでリーフィア GX のダブル無色エネルギーを取らし、そしてバトル場のイワンコに軽石をつけるよ。逃げて
ダブル無色エネルギーを使う。やはり大体合ってたじゃないか。確かに君の予想は大体当たっていたね。でもこのカードはどうかな。レッドカード。レッドカードか。しかし今さらそんなカードを使ったところで。さあ引いてごらん君の運命のカードを。4枚引く。1、2、3、4、4枚。なっ、鬼だと。まさか俺はこんなカード4枚もらった覚えないぞ。面白いカードを入れているね。それとも間違って入れちゃったのかな。君の運の良さが発揮されなかったみたい。残念だね。違う、ありえない。やりやがったな樋口。やっぱりお前は超能力の使い手だったんだな。強気だエネルギーカードシェイミエ。財布は無関係エネルギー。集まれば技打てる。でも先行だから番は終わり。いやピッピの番。バトルポケモンはダメージに耐えられるか。